衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A です。昨日は嵐で来ることはできませんでしたけど、今日はもう打って変わって雲一つない空、こんな空ですね。公園に来てます。昨日もうアポがいっぱいいてですね、本当にやっぱり師走っていう国会議員は忙しい。でもまあ本当に3年間の国体、国会の中にずっと使って昼高カロリーのカレーを食べて、そしてまたああでもないこうでもないっていうこの怒りの中にいたこの3年間、代表代行からですね国対委員長に格下げでしたけど、最初国民民主党の時はですね、それでも一番こう露出が多いからっていうんで、やってくれたんだということでしたけど、何回もはしご外されて、それを当時の立憲民主党の辻元さんが、いや多くの人たちがカバーしてくれたんですよね。いやあれは貴重な経験になりました。国対っていうのは25年間で初めてなんですよね。ずっと政策畑っていうか政調でしたから、政調とその予算委員会をはじめとする法律を作る部門にいましたからね、まあでもこの3年間の国対を振り返って、最初の1年が委員長として、次の2年が委員長代行として、もうだんだん格が落ちてきてるっていうすごいこと、代行としてですね、安住くんとコンビで、まあ安住くんとはいつも、トリオっていうか渡辺修くんと3人でトリオでずっとやってきたわけですけど、修くんは幹事長代行、私は国対委員長代行ということで、まあ野党のポストなんていうのはどうでもいいわけですけど、安住くんとそれからまあ愉快な仲間たちとずっとやってきたわけですね。筆頭副官、国対委員長が山井君、それから代理が竹内さん、そして、黒岩さん、広田さん、奥野さんという形で、国民民主党の時はもっとチームが多くて、そうですね、中途で山井君が離党して、副委員長で、関さんや日吉さん、もう今落っこってきてませんけど、そして森田さん、それから国民民主党にいる浅野さん、こういうメンバーでやってきたんですね。で、国対っていうのは一体何なのかと、国対政治って裏取引の代表みたいに言われてるけど、もうそうじゃなくて、こうもう人間力のぶつかり合うところで、もう相手が森山委員長、温厚なですね、鹿児島出身の森山委員長で、私も昔から親しい方で、本当にそれから他党の野党共闘ということで、共産党が国田さんですね、国田さんもずっと長くて、国田さんからはまあまあって言われるのが一番多かったですね。まあまあ、安住君と私ももう本当にこうどうでしょう、動物で言うと虎タイプなんでしょうか、イノシシタイプなんでしょうか、よく分からんけど、ブレーキがあんまりついてないタイプで、いつもこういさめていただきましたね。その原点は何か、原理は何か、そしてそこで大切なことは何かで、今度の国会から国民民主党が外れましたけど、新しく立憲と国民に分かれてからも、共産党、社民党、そしてその国民民主党からは、古川さんがですね、国対委員長で出てきてくれて、彼も同期で、横に4人
並んでですね、記者会見を水曜日してましたね。もうでもあれもなくなるんでしょうね。というかできないわけですよね。古川さんはもう安住君と渡辺秀君と同じ当選同期でずっと一緒にやってきたわけですけど、やっぱ愛知っていう特別な事情があるんでしょうね。古川さん一番最初の開口一番、これは言っていいかな、原口さんがどんなに板挟みになって困ってたか分かりますっていうのを古川さんがポロッとね、財務省のエリート中のエリート古川さんが言ってましたね。そうだろうそうだろう、分かってくれたかっていう、そんな感じでしたね。まあでも仕事なんてのはね、お互いを支え合ってやっていくもんで、で昨日はそういう中でもたくさんの省庁レク、まあいろんな省庁が来るんですよね。で定期的に来るところっていうのは主要官庁の、まあ、4つっていうか5つだ。あとはまあどうでもいいとは言わんけど、こんところもありますもんね。まあ、こんところはいいんです。別に好き好んでやるわけじゃないから。まあ、一番来るのが財務と総務ですね。それから外務、そして、経産。経産面白いんですよね。総務と財務は自分がいたところだから、やっぱり顔見知りが一番多いですもんね。財務省のトップ昨日来られたんで、あの論文は一体何なんだとあの論文は何なんだと、あなたが次官になったのはすごく喜んでお祝いせないかんと思ってたけど、一番最初が文藝春秋の論文でしたね。で何を彼が言ったかはもう言いませんけど、面白かったですね。非常に、もう高市と組んで迎撃するぞという宣戦布告をしておきました。高市君とですね、政経塾の一個後輩ですからね。やっぱりこれ積極財政をやらないと、その一水会の方ね、もう本当の右翼でいらっしゃると思いますけど、なんで日本がこんなになったんだって書いてた、それはもうサルマネ政治ですよ。サルマネ、欧米のサルマネをすることが先進だっていうふうに思ってるバカが多くて、そのバカどもがサルマネをしたんですよね。デフレの傾向が強くなってきたバブル崩壊寸前の日本で、日米構造摩擦とか言ってアメリカにそれこそお尻を貸して、それで構造改革とかやらかしちゃったわけですよ。もうそっからでしょ。まあもともと強くはなかったけど、で学者もですね、サルマネ学者で、だから英語をやたらと使いたがるのがいるじゃないですか。もうお前もツイッターで英語を使ってるだろうっていう、ツイッターはまた別で、あれ日本語だけだと外に広がんないからやってるわけで、国内向けにやってんじゃないですよね。あれ自分はこんなことに関心持ってるよと。今日もCSIS のコリアチェア、CSIS のなんていうのかな、韓国をウォッチしてる CSIS ですね、アメリカの保守系シンクタンクがこれからは経済の安全保障が大事だって書いてたから、なんかの冗談かよって、いつももう経済どころか政治でもって経済を歪めてきて、金融ハイエナ、それからジャパンハンドラーズ、そして構造改革利権屋、バリバリに送り届けてくるその本国がよその国に経済安全保障とか言ってるから笑っちゃうぜってツイートしときましたけど、面白かったですね。経産省との話は結局あれ8000億かな、危険
金かなんか積んで、その中で半導体のサプライチェーンがぶっ壊れたから、その補助金出して工場を誘致するって言うんでしょ。私も台湾はすごくね、震災の時もお世話になったし、ずっと毎回支援をね、私たちの国もこう、日本の大学を卒業した人が多いんですよね、台湾のリーダーは。まあ、李登輝総統が京都大学ですし、日華の、専門家は早稲田の方が多いですね。で、そういう縁もあって台北によく行ってましたけど、台北からほど近いところに新竹科学園区っていうのがあるんですね。科学園区と言ったらいいんでしょうね。日本ではそうだな、筑波の研究学園都市をイメージしてもらったら一番近いかな。まあそうでもないな。科学園区に行った時は、その科学園区、科学はサイエンスの科学ですね。円空は、円は丸の円だったと思う。空は空だったかな。新築っていうところなんですね。で、まあいろいろ、その、台湾語の Windows とかね、いろんな開発をされてましたよ。で、その当時行った時は、まあ研究開発の、まあ途上で、わあ、やっぱり、こうなんだなって、ちょっとね、台湾の方には失礼だけど、当時の日本の科学技術から見ると、この追いつき、追い越せっていうね、その気迫をすごく感じたんですよね。で、彼らはその後、アセンブリーを中心に、アセンブリーって何て言えばいいのかな、組み立てですね。その一番の、その最終工程を握ることで、前の方をコントロールしてたんですよね。すごく戦略的ですよね。で、じゃあ日本どうだったのかと、この四半世紀のそのサルマネ政治のおかげでですよ。今だってもうサルマネで、まあ、今回の代表選挙、まあがっかりしてるのは、積極財政地域主権改革っていうの一言も誰も言わなかったですね。だからもう、ああもうちょっとこれはもう一回やり直すしかないわって思ったんですけど、その中でその半導体がなんでここまでボロボロになったか、要するに狙われて狙われて狙われて、で結局知的財産だけ奪われて、そして工場も外に出てって、とこれを繰り返すわけですね。気づけよって。太陽光電池にしろそうでしょ。あれ結局中国は、中国の製造2025、中国製造2025って皆さんご存知ですか。2000年代の初めに、まあ、いろんな中国は苦い思いをするんですよね。アメリカとの圧力もあって、で日本との間もまあちょっとギクシャクして、特に安倍内閣ですね。でそのこういう携帯を叩き壊してみたと。そしたらその中身はほとんどが日本製だったと。結局何の自分らが使ってるその製品は中身は日本製じゃないかと。外側はアメリカ製の、例えばこの iPhone ですね。iPhone にしても、外側はそのアメリカ製だけど、中は日本製じゃないか。全部変えてやれ。中国製に変えてやれと。2025、つまり2025年に、全部中国製にするという戦略を持ってやってきたわけですね。それに対して日本はどうだ？びっくりした。財布。入っとらんですね。
くりするよね。入ってらん入ってらん。こういうの微妙ですよね。警察に届けるべきか、中身の入ってない財布とか、中身どうしましたかとか言われても嫌ですよね。まあゴミで処理だろうな、うん、それで中国製造2025で、日本はどうやったかというと、そのサルマネどもがですよ、デフレ政策を今も続けてることによって、どん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 格差も賃金は下がり、格差は広がり、貧困は広がり、この状況じゃないですか。今何をやんなきゃいけないか、日本を立て直すことでしょ。他に優先順位がありますか。なんかジェンダー平等も大事ですよ、それもやりますよ。だけど一番はそこでしょ。そこが外れてから、なんかピントのずれた、気の抜けたような印象をみんなに与えちゃうんですよ。頑張らないとですね。まあ一からやり直す思いで、新しい執行部ができましたから、これをこれで支えながらですね。まあでも緊縮とあれやってたらやっぱり難しいですね。右左に裂かれて、昨日もその連合の話をしましたが、そうですね、選挙基盤の弱い若手は、昨日誰が言ってたかな、その野党共闘とか共産党とかそういうのの、その一言でもこう出れば、事務所にスタッフが来てくれてる人たちを引き上げますよとまで言われたところがあるらしいですね。なるほどね。選挙っていうのは強くないと自分の主張をこう遂げられないんですよね。まあ頑張らなきゃと思いました。で、東京と佐賀でですね、一泊会のような、東京一泊会みたいな、あんなセミナー方式の年に3回ぐらいやってるんですけど、政治資金パーティーに属するものですね。そうじゃなくて、10人ぐらいの勉強会、20人ぐらいの勉強会を東京と佐賀でやろうということで、私が一期の時に当時の人たちは自分の勉強会に招いて くださってたんですよね。私いくつも入れていただいてて、例えば前田武先生がやってくださってた、国土 その今で言うと強靭化の勉強会ですね。それからこれはもう名前言えませんけど、ある方がやっていて、全日空ホテルの一番上で、あら、カラスじゃない、おじさんが干してる。毎月やってた、まあこれ外交安全保障の勉強会、金融の勉強会、まあいっぱいというか4つですね、参加させてもらっててありがたかったです。やっぱりそういう意味じゃ国会議員も育てるっていうことをやってるんですね。で、うちの議員から3人選んで、1、2期生若手でですね、それで、こうお互いを支えてくれるような、そういう人を3人選ぼうと思ってて、皆さんも推薦の方がおられたら、ぜひこの人はっていう人を推挙してください。1月からスタートしていきます。まあ経済界とか労働界とか、そういう人たちの名前は言えませんけど、そうそうたる皆さんに約1時間自分がこの1ヶ月何をやってるかっていうのを、そうですね、5分ずつぐらい話をしていただくっていう、そういう回ですね。ああ、地元の若い人ですね。でも相当の優秀でないと跳ねられる、まあね、立憲に集まってる仲間は優秀ですから大丈夫でしょうけど、
やっぱり条件はもうたった一つ、仁義を重んじる、義を重んじる、その仁義のない、もうなんていうか前のやってきたことは全部ぶっ潰すんだっていう、そういうやっぱり役所も政治家も、まあ昔のあの明治の革新官僚みたいなのですね、あれはお断りです。あの何するかわからんっていうのはもうあの飽き飽きしましたんで、じゃあ仁義、任侠じゃありません、仁義です。あの仁と義、仁と義、まあ任侠にも仁義って言いますわね。 そういうかこの世界もやっぱりこう仁と義はとっても大事ですもんね。枝野さんは若手じゃないでしょう枝野さんは同僚で一緒に歩いてきた、まあ、幹部というか今まで代表だったわけで、枝野さんみたいな、まあ、確かに自民党に行けばまだ若手の部類ですわな。そうじゃなくて奇数の若手ですね。奇数1、2期、まあ奇数よろしくお願いします。じゃあ最後何がいいかな、やっぱり綺麗なバラを見ながらっていうのと、昨日みたいな嵐を見ながらだと気分も違いますね。何がいいですかね。ああ内越さくらさんね、私あの野党合同ヒアリングで何回か一緒したことあるんですけど、あんまりこう喋って、衆議院と参議院はね本当に喋ること少ないですよね。須藤元気さんなんかもね帰ってきてほしいですけどね。ああ参議院だとあの石垣のり子さんが一番、安住くんの関係でよく国対に来てくれてて、石垣さんが一番話したことがありますね。他の議員さん、本当、ああ野党合同ヒアリングね。ああ宮城は雪が降ってますかね。鎌田さんも岡本さんもありがとうございました。じゃあこのチェリーポニカでごきげんようしたいと思います。可愛いですねこのチェリーポニカ。では失礼します。ありがとうございました。